この時期渋谷ロフトでは UV アイテムがおよそ680種類。中でも注目なのがタオルバームで人気のラボンホリックから初の UV アイテムが登場しました。人気の香りが UV ミストになって登場。かわいい匂い、うん、めっちゃいい香り、いい香り、ね、ブランド初の UV ケアアイテムが登場したんです。ホワイトムスクなどの香りに包まれながら紫外線からもしっかりガード。しかも肌だけでなく髪にも使えるんです。ミストタイプなので髪にも使いやすいんです。おしゃれな香りで日焼け対策ができて嬉しいですね。今日は最新 UV ケアアイテムをチェック。日焼けを防ぐ以外にも嬉しい効果があるのがこちら。ツボクサエキス配合なので肌に潤いを与えてくれます。 UV カットだけでなく肌ケアもバッチリ。サラサラしているので使い心地がとっても気持ちいいです。続いてはあのアイスが UV スティックになっちゃいました。スイカ色のスティックは紫外線からお肌を守るだけでなく美容成分ナイアシンアミドも配合。しかもスイカの香りがします。夏にぴったりのスイカの香りも。滑らかな塗り心地でとっても使いやすいです。こちらの日傘は軽い、重さなんと 130g。 スマホより軽い超軽量の日傘。 99% の UV カット効果のある生地を使用しています。 UV カット機能もバッチリ。しかも超コンパクトなのでミニバッグにもすっぽり。とっても軽くてコンパクトなのが嬉しいですね。ハンズではエッセンスタイプやミルクタイプも人気ですが、1ヶ月で3000個以上売れている UV アイテムから新作が登場しました。人気の UV ジェルから新色のピュアパープルが登場。国内最強レベルの UV カット効果で紫外線からしっかりガード。しかも肌のくすみまで補正してくれるんです。水のようにベタつかない軽い仕上がりで顔だけでなく全身に使えるんです。みずみずしい使い心地で肌なじみがとってもいいです。グッズで売れているのがこちらのアームカバー。1ヶ月で約500個売れています。実はひんやりします。接触冷感加工なので涼しく UV 対策できるんです。 UV カットだけでなくデザインも可愛いのが嬉しいですね。皆さんも UV 対策はお早めに。